オーストラリアで、タリスマンセイバー、タリスマン、サバール、21が開催され、自衛隊も参加しました。アメリカとオーストラリアが主導した合同軍事訓練ですが、今回は、このタリスマンセイバー21について、詳しく調べていきたいと思います。対中国への圧力をさらに増しています。でも、韓国軍は、何しに来たのか、スパイ活動をしているみたい。信用ならん。タリスマンセイバー21が行われたのは、2021年6月25日から8月7日にかけての約40日間でした。場所は、オーストラリア・クイーンズランド州ショールウォーターベイ演習場などが中心となりました。ショールウォーターベイは、オーストラリア北東部にある広大な場所です。タリスマンというのは、アニメや漫画にも登場しますが、お守りという意味です。そういえば、かつて一世を風靡した人気アニメ、美少女戦士セーラームーンの外部太陽系三戦士、ウラヌス、ネプチューン、プルートーが持っている武器も、タリスマンと呼ばれていましたね。そういったこともあってか、若い女性が、アクセサリーとして身につけることも多いようです。この合同軍事訓練には、オーストラリア陸軍第1師団、アメリカ海兵隊第3海兵隊機動展開部隊、イギリス海兵隊ロイヤルマリーンコマンド、そして陸上自衛隊、水陸機動団第2水陸機動連隊など、そうそうたるメンバーが参加しました。陸自の水陸機動団が創設されたのは、2018年3月です。中国海軍の艦艇が、尖閣諸島近海に姿を現す頻度が高くなったため、離島防衛、奪還を目的とする水陸両用作戦の専門部隊を立ち上げたのです。もともと、タリスマンセイバーとは、アメリカとオーストラリアが中心となって、2005年、平成17年から1年おきに実施されている多国間共同実動訓練のことです。14年の歴史があるというわけですね。今回のタリスマンセイバー21では、陸上部隊として、オーストラリア陸軍とアメリカ海兵隊に加えて、陸上自衛隊水陸機動団やイギリス海兵隊が参加しました。その他に、オブザーバー参加として、カナダ、ニュージーランド、韓国の3国も顔を揃えたのです。なお、前回のタリスマンセイバー19、2019年開催に参加したのは、日本、アメリカ、オーストラリアの3国でしたが、今回は、イギリスの参加があったので、4国になりました。しかし、世界的なコロナウイルス蔓延に対しての懸念があり、参加人数は、前回の2万人から1万7千人と3千人減りました。タリスマンセイバー21の目的ですが、オーストラリア国防軍の関係者によると、この演習によって、どれほど厳しい環境だろうとも、アメリカ軍とオーストラリア軍が、早急に複雑な任務を行える能力を持っていることを証明できるだけでなく、周辺の友好国、提携国、同盟国と広い範囲で、相互運用の可能性を得られる、良い機会になるということです。つまり、いざという時、3カ国が一致協力して、素早く対応できる練習をするということでしょうか。今回参加した、アメリカ、オーストラリア、イギリス、日本の水陸両用上陸作戦部隊は、高度な陸上戦闘訓練をこなしましたが、演習海域の近くには、中国海軍の情報収集艦2隻が航行していたということです。偵察行動を行っていたと思われますが、軍事大国中国といえども、この訓練を無視できなかったというわけですね。むしろ、かなり重要視していたということかもしれません。訓練の一環として、
海上作戦も展開されました。3カ国の海軍や艦艇が参加して、オーストラリア東方海上での戦術運動、射撃訓練、対潜訓練、通信訓練等のほか、上陸作戦訓練も行われたのです。参加した艦艇を紹介しますね。アメリカ海軍の強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク級駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード、ラパハノック。オーストラリア海軍からは、強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート艦パラマッタとバララット。カナダ海軍のフリゲート艦カルガリー、韓国海軍の駆逐艦ワンゴンなどです。日本側ですが、海上自衛隊の護衛艦巻波が参加しています。余談ですが、巻波と聞くと、新世紀エヴァンゲリオンを連想しますよね。前回のタリスマンセイバー19には、陸自の水陸機動団、海自のヘリコプター搭載護衛艦伊勢、輸送艦国崎が参加して、アメリカ海兵隊との共同対処能力向上の訓練を実施しました。日本の艦艇国崎から出動したのでしょう。しかし、21では、水陸機動団第2水陸機動連隊は、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベラもしくはチョールズに乗艦して訓練に参加することになりました。キャンベラ型強襲揚陸艦というのは、スペイン海軍の強襲揚陸艦フアン・カルロス1世をオーストラリア用に設計し直した準同型艦だそうです。満載排水量 27,850 トン、全長 230.8M、全幅 32M と、かなり大型で、全通飛行甲板と大型ベルドッグも設置して、ヘリコプター12機、LCM-1E 型上陸用舟艇4隻を艦載しているそうです。この全通飛行甲板は、スキージャンプ方式で、ストーブル機が離発着できることになっていますが、2番艦アデレードと同じく、F-35B 戦闘機を艦載する機能は、備えていないということで、もちろん、予定も全くありません。ドッグ型揚陸艦チョールズは、満載排水量 16,100 トン、全長 176M、全幅 26.4M で、米型補助揚陸艦とも呼ばれているそうですが、理由は、チョールズが、もともと、イギリス海軍補助艦隊のドッグ型揚陸艦ラーグスベイだったということ、この同型艦は、すべて、米という名前が付けられているからだそうです。今回の訓練に参加したオーストラリア海軍駆逐艦ブリスベンもスペイン海軍駆逐艦が原型となるホバート級です。また、フリゲート艦パラマッタもバララットもドイツ海軍のフリゲート艦が設計の原型であるアンザック級ということですから、オーストラリアのオリジナル軍艦は一隻もないということがわかります。つまり、軍艦の設計も単独ではできないという証明になったのではないでしょうか。この事実が、建造計画進行中のアタック級潜水艦の建造が遅れている原因の一つではないかとも思われているようです。アタック級潜水艦の発注先は、フランスで、スガ、設計技術もないオーストラリアとしては、相手の言い分をそのまま飲むしかないので、経費増大も遅延も我慢せざるを得ないのではないかと邪推してしまいますが、アメリカが、源泉を、提供に変更となっています。タリスマンセイバー21に、海自の出雲、型、ヒューガ、型護衛艦、国崎型輸送艦は派遣されませんでした。これは、水陸両用機動団が万が一の時、他国の強襲揚陸艦から作戦行動を展開する可能性を考えたためという見解があります。
要するに、有事の際には、日本の機動団といえ、と、日本の艦艇から出動できるとは限らないわけですね。ひょっとしたら、日本の艦艇が出払っているという可能性も考えられるわけですから。そういった非常時のために、他の国の艦艇からも動けるようにという思惑だったのでしょう。実際国先型が稼働できないような事態になれば、こういったケースは10分考えられるので、今後も他国の艦から出動する訓練は継続されるものと思われます。以上のように、日本とアメリカだけでなく、オーストラリア、イギリスなども、万が一の場合には、共同作戦を展開するスキルがあることを中国に見せつけたことによって、強引な海洋進出や台湾侵攻、さらには尖閣諸島の実効支配など軍事行動を思いとどまらせる抑止力になることを期待したいのですが、逆に火に油を注ぐ状態になって、中国の暴走が加速する恐れもなきにしもひずですよね。相手が強力な武器を手にしたら、自分たちはそれ以上に強力な武器を保持するから、いつまで経っても対立は収まらないというパターンは、残念ながら歴史上には溢れています。杞憂で済むことを切に願います。